名水百選の菊水泉養老の滝は、岐阜県養老郡養老町にある木曽川水系に、属する落差32メートル、幅4メートルの滝である。岐阜県により設置された養老公園内にあり、伊比関ヶ原養老国定公園に属する。日本の滝百選及び養老の滝、菊水泉として、名水百選に選定されている滝である。また、菊水泉にも伝わる。 古今著文集に記載されている滝の水がお酒になったという親孝行の伝説、養老高子伝説など古事がある。この地を行行した岩礁天皇は、霊戦は美ーなり、もって老いを養うべし、けだし水のせいなればなり、天下に退社して霊気三年を改め、養老元年となすべしとの御事のりを出し、養老に改元した。 養老の名水を使い製造される養老サイダーは、会社、工場が養老公園内にあったが、施設の老朽化と職人の高齢化、後継者不在等の理由により、2000年12月に製造を中止している。滝は滝屋の上流部にある。この川は、津谷川に合流し、海津市で伊比川と合流し、伊勢湾に流れる。最寄りの駅は、 下部の養老鉄道養老線の養老駅である。養老の滝から、ふもとの主要地方道岐阜県道56号、南納関ヶ原線、岐阜県道96号、大垣養老公園線までが養老公園として整備されている。公園内にある駐車場から滝までは、急な坂道を約800メートル歩く必要がある。養老駅から滝までは、約4キロメートルの距離がある。 駐車場と滝の中間地点付近から滝近くまでは観光リフトの利用が可能であったが、現在は老朽化のため休止している。また、滝の上部にも駐車場がある。養老公園内を東海自然歩道が整備されていて、この滝と共に春には桜、秋には紅葉の観光スポットとなっている。養老山の登山口がこの滝の上にあり、 登山道が少し上流の滝屋を横切っている。養老山、昭和竹及び東海自然歩道をハイキングする際に滝へも足を運ぶハイカーが多い。ありがとうございます。